こんにちは、永山です。今回は電源オフの方法について、一つ目はタスクバーからのオフの仕方について解説します。まずはこのカーソルをタスクバーの左側にある Windows のマークまで持っていきます。で、マークの場所でクリックしていただけるとスタート画面が出ますので、電源マークを押していただくとシャットダウンとスリップとか出てきますね。ここから電源がオフができます。それともう一つ、今回はチャームというところからの電源オフの方法についてお伝えします。カーソルを画面の端の方に持っていきますと、このようにチャームというものが表示されますので、この鍵の歯車のところをクリックしていただくと電源ボタンが出てきますので、ここから電源がオフできますので、やってみてください。